おください、ごくださいの基本ルールです。おください、ごください。どちらも意味は同じですが、動詞によって形が変わります。おくださいの時は、おプラス動詞のマス形、プラスください。ごくださいの時は、ごプラス漢字二文字、プラスくださいです。 どのような動詞が来るかというと、おくださいの時には漢字1文字の動詞が来ることが多いです。ごくださいの時は漢字2文字の動詞が来ることが多いです。ただし、これには例外、ルールとは違う場合もあります。それでは、おくださいの作り方です。 漢字が一つの動詞の時には、をくださいを使います。例えば、使う。漢字が一つです。使う。一グループです。マス形は、使います。をくださいの形にしてみましょう。お使いください。 お使いください。これは、目上の人に使ってくださいとお願いするときに使います。次は、ごくださいの作り方です。ごくださいは、漢字が2つの動詞のときに使います。例えば、確認する1、に、漢字が2つです。 確認する3グループの動詞です。マス形は確認します。ごくださいの形にしてみましょう。ご確認ください。ご確認ください。目上の人に確認してくださいとお願いするときに使います。